そうさずっと僕らの奇跡が途切れないように歌うんだ。もっと高く大きな声で ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルとラジオ、私たちの歌を聴け。こゆぴー、ホロライブ4期生の、あ、オーリオの徳江美太です。ヘイコンカナダ、ホロライブ4期生、そしてオーリオの天音かなたです。はい、この番組はホロライブプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから、毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当して、アイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組となっております。今週も徳江美太と天音かなたが担当いたします。はーい、イエーイ。オーリオのいいねいいね、天才のそれだったよ、オーリオの。ちなみに今吹き合い入れて、オーリオの徳美太ですって言ったら、肘がね、何あれ、肘で水をこぼしそうになったね。大丈夫、ちょっと本当に危なかった、本当に。実はみんなに見えてないところで事故になりそうでした。スピード止まりますから。はい、ということでね、今週も練習に引き続き、かなとは、いや、オーリオがお届けしていきます。そうなんです、皆さん、オーリオのオーバータイム聞いていただけたでしょうか。聞いたよな、聞いてるね、これ、うん、聞いたよ、聞いたな、うんうん、まあ、それ聞いてくれたよな、聞いたよ、うんうん、聞いたよ、かなたん、父様、イエーイ、よかった、そうか、聞こえました。いやー、ね、ね、嬉しいね、でも二人でさ、うん、歌ったりとかさ、ユニットってのはね、本当に喜ばしいですね。まどろみはもうかなとはとして、まあ、その一発みたいな、そうだね、感じだったけど、まあ、そのユニット名を決めてオーリオとして、まあ、曲一曲を出したことはすごいね、すごい、でもね、本当ありがたいし、やっぱりとわとはね、デビューからずっとね、一緒にいてよく喋ったりもしているし、一緒の案件だったりとかお仕事も多いので、とても信頼していますし、喋りやすいからやりやすいっすよね、やっぱね。そう、あのね、トアがね、できないことをね、カナタがカバーしてくれるわけ。いやいやいや、カバーし合おうな、はい、はい、しましょう。ということで、早速始めていきたいと思います。ホロライブアイドルドラジオ、本日も私たちの歌を歌おう。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルとラジオ、私たちの歌を聴け。はい、改めまして、オーリオ徳江美太です。はい、オーリオ天音かなたです。はい、めちゃめちゃオーリオを主張しながら、オーリオです、覚えてくださいね、皆さん。はい、ではね、早速なんですけれども、リスナーの皆さんから届いたメールをご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム大輔さんからいただきました。はい、かなたん、とわ様、ハロホロー、ハロホロー、ハロホロー。5月といえば、5月病でいいんだよね、うん、ね、ですよね。新社会人の人たちがやる気がなくなって、毎年苦労しているようです。そこでお二人に質問なのですが、お二人はモチベーションが下がった時にはどうやって回復させていますか？うん、5月病に負けない方法があったらぜひ教えてほしいです。ということで、ターン教えてほしい。モチベーション下がる時あるよね、やっぱね。ある。ある。常に保つのは無理。でも、もうさ、うん、そう。うん、そういう時はさ、うん、何もしないよ、とわは。あ、でもね、それ大事かもな。本当に、無理やりやらないで、しんどいっていうかね、もう、うーってなってる時は、お休みするとか、ゴロゴロするとか。ま、社会人の人はさ、働かなきゃいけないから、仕事をしなきゃいけないんだけど、うんうん、もう、普通の仕事すればええよ。なんか、頑張ろうじゃなくて、あ、まあ、うん、なんか、なんだろう、この、ここまでやんなきゃいけないですよって言われたら、うん、そのギリギリラインやっとけばいいみたいな。うんうん、そうだね。50点ぐらい、もう30点でもいいかも。とりあえずやったことが偉いっていうことで。そう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 。うん、自分にやる気出るときまで待つ。タイプとは。僕は結構、モチベーションが
うん、なんか待ってても上がらないタイプなので、もうそういう時はとにかく嫌でもパソコンの前に行ってみるとさてやるかみたいな、メガネちゃんみたいなかけてないけど、すごすぎ、気持ちになる。もう無理やん、もうそのPC の前にも座りたくないもん、うん。あ、でもね、なんかリモートのお仕事が多分みんな増えて、うん、やっぱりそのみんな会社に行くとか、その別の場所に行って仕事をして帰ってきて家でゆっくりっていうスタンスだったのが、家で仕事もやんなきゃいけなくなって、すごい切り替えが大変って話はなんかよく聞く気がする。いや、そうでしょう、切り替え難しいよ、だって家はゆっくりするとこだもんな。なんかもうスタッフの皆さんもね、うなずいておりますけど、まあ、やっぱり、ね、わかるって言ってる、わかる、わかります。なんかつけたらいいんじゃない、この仕事するときに。あー、だってメガネをかけるとかね。そう、かける。でそしたらこれがスイッチっていうことにして、うん、あ、それいいかもな。家の中でもちょっとスーツ着てみるとかさ。いいじゃん。脱いだらもうさ、もう絶対仕事のこと考えないみたいなスタンスはありかもしれない。いいな、ね、それめっちゃありじゃない。それありかもしれない。皆さんもちょっとぜひね、着替えてみてください、パジャマで過ごさず。はい、いいね。ということで、まあ、そんな感じでした。大輔さん、頑張ってください。頑張ってください。さあ、そして2通目、ラジオネームリーママーキさんからです。カナダのドア様、こんばんは。こんばんは。カナタンは誕生日記念ライブ、トア様は V 最強、本当にお疲れ様でした。どうも、ライブでのバンドや、V 最強で毎日頑張る姿、本当に全力で楽しむ部活動のようで眩しかったです。そんなお二人に質問ですが、部活に今から入るならどんな部活に入りたいですか、ぜひお聞かせくださいということです。部活か、部活か、部活は、うわ、悩むなー。とはが全然関係ない部活の方がいいんかな。例えば？とは前は、うん、吹奏楽に入ってたから。あ、そうなん？そう、中学生の時ね。あ、そうなんだ。そう。じゃあ今も吹奏楽やりたいと思うことはあります？なんかでもあるよ、やりたいなって思う時ある。そうなんだ。なんか前演奏した曲とかたまに聞いて、うん、あ、うん、ここ難しかったなとか、なんか思い出にふけるのが好き。うんうん、いいな。なんか吹奏楽部あったけど、なんかキラキラした陽気の女子がめちゃくちゃ多くて、僕は分かる、入りたい。とは、とは吹奏楽別に入りたくなかったんだけど、ママが入れって言ったから入った。うん、あ、そうなんだ。そう、なんか女の子がいっぱいいるじゃん、吹奏楽は。だから、お友達作りなさいって言って、入れって言って、入った。怖かった。怖かった。とは陽キャやけどな。あ、ね、そっか、部活。でもちょっとせっかくだから運動部入りたいかもな、運動部。わかる。な、体を動かす陸上部とか、ダンス部？やっぱアイドルとしてはダンス部みたいな、あるかな。でもアイドルじゃなくて、だったら？アイドルじゃなくて、帰宅に決まってんじゃん。いや、帰宅部はなしやん。なしっすか？帰りたいな、一刻も早く。でも、それがダメなら、もう、吹奏楽はでもやってみたかったかも、やっぱ。吹奏楽？うん、やってみたかった、僕。結構おもろいよ。なんか、みんなでさ、別々のものを演奏してるわけじゃん。うん、楽器それぞれパートが違って。うんうん、そうだね。で、最後、こうやってみんなで合わせるときに、一つの曲になった瞬間、うん、すごいなんか、うん、うわーってなるんだよねっていう。楽しそうだな、マジ。うわ、なんか自分一人じゃ、完成しないんだな。うん、そういうことだよな。なるほどね。それでちょっとコミュニケーション学んでいくと。あっち、あっちな。吹奏楽またやりたいな。あ、でも、たは卓球部入りたい。たは卓球好き。卓球好き、やりたいね、卓球。なんか走、なんか、これ卓球部の人いたらめちゃめちゃ申し訳ないんだけど。うん。すごい、走るの、とは足遅いから、走るの嫌いだから。うん、うん、うん。そのサッカーとか、まあ、野球もまあ好き。でもテニスとかバスケとか、うんうん、ずっと走り続けてるのはちょっときつくて、うん、なるほどね。ちょっと範囲が狭い卓球部がいい。あ、そういうこと。あ、じゃあトアって走るのあんま好きじゃないのか。うん、嫌い。嫌い？マジ？嫌い。マラソンしない。マラソンはきついな、確かに。
マラソンはね、もうだん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 なんか喉の奥から血の味してくるからな。怖っ。怖っ。ね、ということで、今日は、はい、たくさんのお便りですかね、これで。そうです。これがたくさんのお便りになります。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。引き続き、トーたちのね、ホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなど、何でもお待ちしておりまーす。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。はい、ではここで一曲おかけしたいんですが、まあ、このね、曲のお話をするにあたって、まあ、いつもの人に登場していただきましょう。はい、どうぞどうぞはい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。何その歓迎のなさいつもの人に来ていただきましょうじゃないんですよみんなに一回実家に帰ってる姉ちゃんみたいになってた姉ちゃんまたいんのみたいな。先週はうわーいって言ったから、まあ、今週はいいかなっていう、うん、アメトークだよね。まあ、オーリオの皆さん、オーリオのお二人ですね、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日かける楽曲もオーリオのオーバータイムという楽曲でございます。はい、はい、もうね、楽曲は公開されておりまして、なんと、はい、ミュージックの TikTok、 ホロライブの公式の TikTok に、なんとちょっとそれの MVっぽいものがなんか公開されてませんか？おやおやおやそうなの、すごすぎお二人はね、もちろんご覧になりましたよね。もちろん見ましたよ。はいはいはい、なんかそのサバイバーのところしかもありませんでした。なんか先週話したサバイバー、やっぱね、サバイバーのとこ聞いてほしいもんな。そうですよね、なんか母音のあが多くて、なんか気持ちよく発声できそう。そう、二人の声ね、重なるサビ、はい、グッとくる、いただきたい、うん、まあ、まだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいんですが、ぜひ聞いてください。が、多分ね、その MV がなんと、なんと、はい、5月10日に公開されちゃうらしいですよ。イエーイ、イエーイ、10日、公開、公開、10日ですね、あさってかな、あさって、はい、公開されるらしいんですけれども、もちろんお二人とも、まあ、MV の撮影をしたと思うんですが、はい、カナタさんね、初めての経験だったとおっしゃってましたね。あ、そうなんです、なんかあえて MV の撮影をするっていうの本当に僕初めてで、もうめちゃめちゃなんかドキドキしたし、このなんかカットずつ本当に少しずつ通るんで、はいはい、なんかこのカットどこでどんな風に使われるんだっていう気持ちで、トアと一緒だったんですけど、確かに確かに、うん、その時僕結構まだ咳がもう続いている時で、うんうん、でも MV って声をね入れなくていいんですよ。そうですね、こう顔でこう見せるみたいなね、いい動きと顔でだからちょっと見えないところで変顔してみたりとか、顔を笑わせようとしてちょっと変な動きしたりとかしましたね。あれ本当に非常にご迷惑です。ご迷惑らしいですよ。何とか聞き出したからね。なんかMV を撮ってくださる人もいて、はいはいはい、なんていうの、指揮してる、指示してくれる人、あ、なんかプロデュースしてね、こういう風に動いてみたいな、はいはい、ディレクターさんじゃない、プロデューサーさん、なんていうか、うんうんうん、めちゃめちゃおしゃれなお姉様、おしゃれなお姉様、めっちゃ綺麗な女性の方だったんですけど、美人な、その人が見てないとこで顔、変な顔するんですよ。その人なんかちゃんと見えないようにしてるんだ。そうが、とはそのプロデューサーさんから見れるんだけど、はいはい、カンタは背中を向けてる状態があって、はいはい、そういうとこで信じられないほどね、変顔してきて。悪ガキやん。もう笑いがこらえられなかったけど、それもなんかほっこりする、なんか撮影環境で、うんうん、なんか確かに確かに仲の良さがね出てるってことです ね、そういうのでやりやすさというか、そうですよ、はいはい、まだね MV は公開は全部はされていないんですけれども、うん、なんというか結構エモい感じに仕上がってますよね。そんな変顔してたというエピソードはあるけれども、あるけれどもエモいですよ、うんうんうん、もちろん MV 自体はね、ね、 MV 自体はそう、うん、そう、あ、そうだ、先週同様にね、まだね楽曲シェアキャンペーンもやっておりますので、ぜひぜひ限定待ち受け欲しいよっていう方はシェアキャンペーン参加してください。お願いします。お願いします。はい、それでは聞いていただきましょう。オーリオのお二人、曲紹介お願いします。はい、オーリオでオーバータイム。
些細なこと囁く絵だっていつの間にか痛みでしていた一人じゃないって分かってるけどどうしても孤独に飲まれそう同じ場所でつまずいても少しずつ進んでいければいいから触れられなくてもここには確かな光あるんだ僕らは ここからは番組のコーナーをお届けします。アイドルチャレンジプロジェクト。うわなんか久々な気もする。でかいんですよ結構ね。ちゃんとねあのなんだろう壮大な感じなんですめちゃめちゃ壮大だったあれが来なかったずっちっちゃ。そうなんですよあれはあのお二人のオーリオの専用なんでね。あ、そういうわんだあ、そうなんです。あれ、来ましたよ。これよ、これよ。待ってた、もうもはやこれちょっとなんかジムっぽいんだよな。ジムっぽいね。大きなお腹をへこませてるイメージがある。そうそうですね、確かにちょっとワンツーって感じですけれども、うん、はい、皆さんはホロライブアイドルプロジェクトのタレントさんです。そこで、うん、このコーナーではアイドルならできて当然、アイドルといえばこれが得意ですよねといったお題をリスナーの皆さんから募集して実際にやっていくコーナーです。出た。まあ、今溜まっているポイントは確か18とかだったかな。ちょぼくれてるな。58分の57か。今回が58だから58回目で57回やってたったそれだけと。え、でもさ、そのアイドル16だって16より低いやん。でもチャレンジ自体はそんなやってなくない。とはたちも確かにあのね、飛ぶこともあるんです。飛ぶことも、ね、前回やってないし先週もね、先週そうだね、うん、やってないしね、はい、だから実際は57分の16ではない。まあそうです、そうですね。あ、すごい、うん、あのフォローがすごいんですけど、あのただあの自分がお菓子を食べたいとかお酒を飲みたいがゆえに使ってしまった方もいらっしゃいました。どういう方らしいよねそれね。なんか誰使えないんですか。そんな犯人探しは良くないですよ。誰ホロライブのメンバーの誰まあね、リモートだとねちょっと使えないんでね、またあのリモート多いのでねそうそう、またねあのご時世が良くなって集まった時にはぜひねだってみてください。はい、貯めといてください。よろしくお願いします今回こんなメールが来ておりました、はい、ラジオネームてんこさんからいただきました。ありがとうございます。アイドルといえば歌いながら踊るといった、あ、アイドルといえば歌いながら踊るといったマルチタスクが、およよよよよ、マルチタスク、マルチタスク、シングルなのにな、これしかもアイドルといえば歌いながら踊るといったマルチタスクが得意ですよね。そこでしりとりをしながら会話を繰り広げてください。しりとりをしながら、うん、末尾と頭文字を合わせるだけなので皆さんなら余裕ですよねということです。なるほど ね、 すごいね。アイドルとは何なのかはちょっとあれなんですけども、ということで今回はこちらにチャレンジしていただきます、はいはい、しりとり会話チャレンジ。アイドルなら、まあアイドルといえば、まあまあまあそうですね、いい理由をつけてますね皆さん。うんうんうん、今回はシンプルに、まあ、しりとりをしながら会話してもらうだけということで、はい、なんとあの会話が続けば続くほどポイントがどんどん加算されていきますので、大量ゲットのチャンスではないでしょうか。なるほどね。まあ、ただしね、あの接続詞で無理やり会話を続けたりした場合はポイント加算されないそうですっていう感じですね。
へえ。自然な感じでちょっとしりとりでねつなげてみてください。あ、では早速ねやっていきましょう。まあ、トークテーマじゃあ私が出していいそうなので、そうですね。じゃあ最初の質問は、じゃあ夏にこれ絶対したいということ。いいですか？夏にこれやりたい。夏にしたいこと。そうですね。ではしりとり会話スタート。夏はやっぱり、冷やし中華食べたいよね。おお。ね。ね。熱中症に気をつけながら、うん。冷やし中華を食べたりするのもいいし、でもやっぱりとはスイカ割りをしてみたいな。ピンポン、いいですね、いいですね。なんか趣味合いそうじゃね。あ、いいな、いいな。ね、熱中症ってゆっくりしてみて。ループしてんだよな。あ、ダメだ、ダメらしいですね。熱中症ってゆっくり手見て、手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 かさ、しかも言えないんだよな。てかさ、やっぱり夏といえば、ま、今このご時世でできないけど、お祭りに行ったりとかしたいから、うん、いつか一緒に行こうな。夏祭り、本当にトアも好きで、その焼きそばとか、りんご飴とか、でも屋台の焼きそばってなんか、なんかやたらと美味しくない？美味しくない？いいですね、いいですね。いや、めちゃめちゃわかる。屋台の焼きそばは本当に美味しいし、屋台のジャガバターとかもめっちゃうまくてうまい。いい。ダメでしょ。ダメか。ダメなんだ。ダメか。一緒に行けたら嬉しいな。でも。おーおー、いいですね。ちょっと自然な感じで。も、もち乗ろうよ。なんでやねん。なんかさ、いけるだろう。もちのロンだよ。ヨーヨー釣りとか、お、うん、めっちゃ昔好きだったな。あ、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 頑張れ。私も。急に出てきた。急にニギューのメンバー出てきた。話題変えますか。じゃあ話題変えますか。話題そろそろね尽きてきましたよね。そうだな、なんかあるかな。じゃあ、あの最近の私服事情を教えてくださいよ皆さん。私服にねちょっとあの癖がある方とちょっとおしゃれな方がオーリーを組んでいるそうなので、ま、最近のファッション、おしゃれで。あれ、うん、それではどうぞ。トアは、トアは最近その外にそもそも出ないから最近服を変えてないんだけど、カナタはどこで服買ってる？ルンルン気分の時に、うん、あの通販で、うん、買っているよ、あのルンルンとか。全然わかんなかったけど。とか？なんでとか。で。買い物するときに、うん、やっぱネット通販ちょっと心配になっちゃうタイプなの、トアは。記事とか、うん、だから足を運んでいきたいタイプなんだけど、うん、でも最近ネット通販もいいかなって思ってるんだ。うん、だ、だ、だからたまには行きたいなって思うけれど、うん、でもお店に行った時になんか、あ、これ話しかけられられないられなられられられ、あ、だだだだだ、どうもみたいな、あれがちょっと苦手かな。あーな、おー、いいですね。なかなかね、この話しかけられてうまく答えるのをね、知らない店員さんから話しかけられてうまく答えられるのって結構難しいよねっていう、とはも思う。思う、思う。おー、いいですね。生まれたてのまんまでいっか。落ち着いちゃったよ。体をさらけ出すってそういう意味？掘り下げるの、しかも。あ、いい。そっちの話題になっちゃった。みんな最初は全裸だ。いいんだ。いいんですね。基準むず。抱きしめられたあの時のぬくもりを忘れられないよね。何の話してんの。まあいいんだ。趣味でしょこれ絶対丸。
ねんねしたいな、ママの腕の中で。いや地獄になってきた、地獄になってきた。終了、いいですね、いいタイミングで終了してくれた。ちょっとこれ以上いくとね、おもろすぎるだろ、めちゃめちゃ脱線。ファッションの話してたんですけどね、なんか、生まれたての姿で抱きしめられたいみたいな感じになっちゃった、ね、やっぱ人間みんな結構あったって。あ、でもポイントがなんと14ポイント。おー、すごい、すごい、倍じゃん。ちょっとこれ誰も勝手に使うなってもうネギユーで使いますじゃないですか。ヤバトワたちポイント稼ぎ要因にされとるやん。ちょっと僕たちは使いすぎて聞いておりません。そんなことない、そんなことない。まあね、ちょっとね、いつかね、どなたか使えると思うんでね、それを楽しみにしていてください、リスナーの皆さんも。ということで、こんな感じでホロライブアイドルプロジェクトのタレントに挑戦してほしいアイドルらしいことをお待ちしております。以上、アイドルチャレンジプロジェクトのコーナーでした。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、プレゼンツ、ホロライブアイドルドラジオ、私たちの歌を聴け。お送りしてきましたホロライブアイドルドアラジオ、私たちの歌を聴け。そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから僕たちへのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で hip@joqr.net hip@joqr.net です。はい、またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。そして番組の公式ツイッターもございます。募集しているコーナーの説明もあるので、ぜひフォローをよろしくお願いします。はい、ということで本日の放送いかがだったでしょうか。うんうん、はあ、久しぶりに地獄だったな。もう最後の方がね、最後の方がね、でも結構とはおもろかった。お、よかったです。すごくと言ってもポイントは14ポイントゲットしたんで、確かに成果出てる、成果出てる、大成果出てますね。だから今後誰かがポイント使うときに、このポイントはオーリオの2人、天音奏さんとトカミカワさんは荒稼ぎしてくださいましたって一応必ず読んでほしいなと思いましたね。ちゃんと宣伝をね、ちゃんとね、注意書きで。もう その時はもう本当にオーバータイムの音楽流してくる。あ、流してほしい。そう、使う時に流しますか。じゃあ、バーイバーってこう。バーイバーってこう流してもらって。わかりました。すごいな。でもなんかね、お二人ともでもこうユニット感だんだん出てきて、うん、ちょっといろいろできることが増えて楽しい意味ですね、なんかね。そうなの？当事者、当事者。そうだよね。できる感は。増えていくよね、もっともっと。ぜひぜひ応援を ね皆さんよろしくお願いしますが、とりあえずあの2日後に10日に MV フルで出ますので、そちら楽しみにしていてください。お願いいたします。ということで、今回はこの辺でお別れとなります。はい、お相手はホロライブアイドルプロジェクト徳谷美とあと浜根かなたと、そしてホロライブスタッフの友人 A でした。次回も私たちの歌を聴けー。